こんにちは、MB サポートです。本日はタングラムを紹介します。タングラムを知ったのは、フランス語で制作されたドラマ、アストリッドとラファエル、文書係の事件録のシーズン1の第9話、消えた遺体を NHK 総合テレビで視聴したのがきっかけです。劇中のアストリッドのセリフを引用しますが、タングラムは中国のパズルで、二人で遊べる特徴があります。正方形が7つのピースに分けられており、それを使って見本と同じ形を作ります。毎回すべてのピースを使わなければならず、先に形を作った方が勝ちです。劇中で使われたのは、ウィンシェアパズル&ゲームのロジックタングラムセット、ウィズプレイカードウッディンパズルゲームで、7つの木製ピースのタングラムが2組入っています。私は1人で遊ぶので、一組のタングラムを購入しました。お値段は劇中のタングラムの4分の1以下でした。種類が豊富なので要確認です。パズルゲームに使うのは左の問題集と右のタングラム本体です。1、2、3、4、5、6、7、7ピースです。箱の裏に遊び方が書いてあります。左の7ピースを使って、中央の見本であるシルエットの形を作ります。右が回答図になります。それではシルエットの形を作りましょう。できました。本来は見本のシルエットを参考に形を作りますが、今回は回答図を見ているので簡単にできて当たり前です。しかし見本のシルエットで形を作るのは思った以上に難しいのです。付属の問題集にシルエットが120問掲載されています。回答図は掲載されていないので、メーカーのウェブサイトにアクセスしてダウンロードします。問題集には初級、中級、上級が各25種類、アルファベットが25種類、劇中でラファエルとテオが体験したタングラムのパラドックスが20種類掲載されています。問題集は著作権があるので見せられませんが、ネットでタングラムシルエットで画像検索する、あるいは日本の書籍や洋書を購入して遊べばいいでしょう。せっかくなので劇中に登場するシルエットを紹介します。シーズン1の第9話、消えた遺体を参考にしています。まだ私は初級の12種類しかクリアしていませんが、初級でさえ15分くらい悩むシルエットがありました。できました。これは寝ている猫です。付属の問題集は1ページに5種類掲載されており、左上、右上、中央、左下、右下の順番で挑戦するのをお勧めします。できました。これも猫です。左上から挑戦すると、次に挑戦するシルエットに必要なスキルが身につきます。少なくとも初級の12種類はそうでした。あれ、何か違うような。できました。多分コウモリの一種類だと思います。一つの考え方ではありますが、小さい三角形を2つで四角形と同じシルエットになります。小さい三角形を2つで平行四辺形と同じシルエットになります。
小さい三角形を2つと平行四辺形で大きな三角形のシルエットになります。小さい三角形を2つで中くらいの三角形のシルエットになります。ピースをケースにしまうときは問題集の表紙を見るかパッケージの裏面を参考にします。どこにどの形のピースをセットするかわかるので誰でも簡単に元に戻せます。シルエットを参考にしまうのも一つのパズルかもしれません。できました。劇中でアストリッドがラファエルに指抜きを送りますが、私も数十年前にフランス旅行のお土産で指抜きをもらいました。ただフランスの三越で購入したと言われたのでフランス製なのかは不明です。フランスまで行ってなぜ三越って思いました。メジャーは別の先生からフランス旅行のお土産にいただきました。だいぶ使い込んでいますがボアンとあるのでフランスの老舗メーカーです。でもジャーマニーと刻印されています。とにかく今でも大切に使っています。今回紹介したタングラムの詳細と劇中で使われたタングラムの詳細は概要欄に掲載しております。最後までご視聴いただきありがとうございました。 MB サポートでした。